こんにちは。内定率 100% の就活塾、ホワイトアカデミーの竹内です。今日の質問はこちらです。私は学歴が1等駒線クラスなのですが、テレビ局に行きたいです。特にコネなどはないのですが、難しいでしょうか？こちらに回答していきたいと思います。結論、地方なら可能性はあります。例えば、福島テレビやテレビ新潟などですね。テレビ局は採用人数がとても少ないので、地方のテレビ局であっても採用人数は5人など、非常に狭き門ではあります。ただ、採用人数が少ないというのが同じであっても、大都市と地方では受ける募集団の層が異なります。例えば、福島テレビの場合、受ける募集団としては、福島大学の人が中心になるであろうということが予想されます。あとは、どこでもいいからとにかくテレビの仕事がしたいという方角歴になります。一方で、大都市である福岡放送の場合、受ける募集団は九州大学の人が中心になるでしょう。あとは、どこでもいいからとにかくテレビの仕事がしたいという方角歴になります。仮に採用数が同じだったとして、どっちの方が可能性があるでしょうか？また、どこでもいいからとにかくテレビの仕事がしたい、そういった高学歴の人の動きを予想すれば、東京のキー局の他は、大阪、名古屋、福岡、仙台などの大都市を挙げて、地方は受けないという人も多いだろうということが予想されます。ですので、地方になればなるほど、学歴は高くなくても戦える可能性はあるということになると思います。就職難易度を考えるにあたっては、採用人数も重要ではありますが、受ける人の層も重要となります。そのあたりのことを考えてみると良いでしょう。学歴はないけど大手キー局に行きたいという方もいらっしゃると思うんですが、そうであれば学歴以上の何かしらの努力をしてください。人気業界の人気企業に行きたいのであれば、にわかで行きたいのではなく、本気さの裏付けとなるような経験が必要です。実際、早慶でキー局を目指しているような方は、早慶学生限定のテレビ局のバイトを1年生の頃からやって、ほぼ寝る時間なく局に寝泊まりしながら番組制作のアシスタントをやっています。学歴が高いだけでなく、自分の進路に向けた努力をしているのです。学歴はないけど希望の会社に行きたいということであれば、努力する必要がありますし、そのために何をやったらいいかわからないという方は、ぜひ一度ホワイトアカデミーの無料相談会にお越しください。では今日は以上です。ありがとうございました。